だろうか。あっ、わあ、やっぱり聞こえない声がすると思ったのに。剣行くわ、ごゆっくり。ちょ、なんだあいつ。ねえねえ、二人はチケットどうやって取ったんですか。やっぱり抽選の時。自分たちはご勝利です。え、知り合いの大工士の先生がどうしても見てほしいと頼むもんでな、仕方なくわざわざ時間を作って見に来たんだ。いやいや、見るくらいならチケット譲ってくれればよ。いやいや、なんと言ってない。仕方なく、わざわざと言ったんだ。頼まれていた殿様グッズ、ようやく入手できたっすよ。4200円っす。何のことだ。何とぼけてんすか。いや、他人だって趣味の一つや二つ。いきなり貴様の証言にどんな根拠があるというのだ。何を言ってんすか。またどんなに汚い手を使っても真実は必ず顔を出す。やがて謎は一つずつ姿を消していき、最後に我々はたどり着く一つしかない真相に。だからこれが一つしかない真相。待った。どんなに汚い手を使っても真実は必ず顔を出す。やがて謎は一つずつ姿を消していき、最後に我々はたどり着く一つしかない真相に。あれ、これはデジャブかな。糸のこぎり刑事。なんすか。来月の給与査定を楽しみにしておくこと。それはないっすよ刑事。自分が悪かったんす。もう刑事にはかなわないっすよ。